柏木は、源氏物語五十四条の牧名の一つ。第三十六条。牧名は、作中で、柏木の未亡人落葉の宮の母、一条宮須所が、読む若、かしわに、ハモリの神はまさずとも人ならすべき宿の小杖がにちなむ。源氏物語に登場する架空の人物の通称、柏木わぎ絵門ただしとも呼ぶ。柏中条の長男。かしとは、 王朝和歌における、え門のふ、え門の、ただしの画商である。光源氏の息子、ゆうの友人。源氏の妻、女三のと密通し、香りを設けたことで、源氏に睨まれ、創生する。源氏物語絵巻かしわぎ病床にあるかしわぎと、ゆうとの対面。光源氏の四十の48歳1月から4月までの話。病床に付したかしわぎはこれまでと覚悟し、 女三宮に文を送る。正直にせかされて、女三宮も仕方なく返事を書き、柏木は涙に無線だ。その後女三宮は、無事男子を出産したものの、すっかり弱りきり、心配して密かに訪れた、須作院に出家を願った。傍らで見守っていた、源氏も今更ながら慌てて、引き止めようとしたが、女三宮の決意は固く、当の女三宮からは、 源氏の仕打ちを恨んでいたことを態度で示され、その酔いのうちに、須作院の手で髪を下ろしてしまった。須作院は、いずれ山奥の寺へと移すことになると思うが、そうなっても宮のことは見捨てないようにと源氏に釘を刺し、自身が住む寺へと帰っていった。女三の宮の出家を知った柏木は、絶望、両親や兄弟たちに、後のことを託し、離れ離れのつまらくような宮も涙にくれる。 カシワギの病状を憐れんだ今、上帝からは、カシワギを元気づけるために、現代納言の位を送った。彼の昇進を祝い、知事の大臣邸には、多数の人が詰めかけていた。夕霧が心配して、見舞いにやってくると、カシワギは、それとなく源氏の不況を買ったことを告げて、夕霧から取りなしてほしいと頼んだ。兄弟たちも、皆悲しむ中で、カシワギはとうとう死去。 とりわけ両親の嘆きは激しく、伝え聞いた女三宮も哀れに思って泣いた。三月に薫の五十日の祝いが催され、薫を抱き上げた源氏はその容姿の美しさに、柏木の面影を見て、さすがに怒りもせ涙した。一方夕霧は、ことの真相を気にしながら、柏木の遺言を守って、未亡人となった、落葉ぐるの元へ訪問を重ね、そのゆかしい暮らしぶりに次第に、 心惹かれていった。頭中将の着難で、母は、切りつぼ三の右大臣の四の君。同母兄弟に、勾配、古気伝用語がいる。源氏物語第二部の重要人物。上記のように、柏木とは、本名ではなく、官位、薪名から付けられた通称である。歳芸豊かな気候子であり、ワゴンやけまり、笛を得意とした。 いとこにあたる夕霧とは親友である。玉かずらが現れた当初、いぼしと知らずに思いを寄せて、文を送ったこともあったが、祖母、大宮の正居でいぼ姉と知り、飛んだ恥をかいたとぼやく。若菜では妻に迎えるなら、内心の王と強く望み、女三宮の効果を熱心に願った。結局叶わず落葉の宮を正室としたが、ふとしたことから、女、 三宮を垣間見て、以来連城をやみがたく、アニメ屋である東宮のつてでその飼い猫を得て、自分を慰めたものの、源氏の留守に、女三宮の目のともの女房に迫り手引きさせて、思いを遂げる。この結果女三宮はるを見ごもり、事実を知った源氏に、遠赤で皮肉を言われた柏木は恐怖のあまり実質、死の床についた。今あの際に、 落葉の宮との対面を望むが、彼を偏愛する両親に妨げられてこれは果たされず、夕霧に工事を託した。また死後に、片身の笛が夕霧に送られた際、夕霧の夢枕に立って我が子に伝えてほしいと、ほのめかした。ありがとうございます。